もう連打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 。こんばんは、オミチューブです。本日の動画はファッション動画やっていきたいと思います。本編構成はこちらになってます。過去動画もぜひご覧ください。概要欄コメント欄に記載します。それでは本編どうぞ。本日紹介するメンバーはこちらの4人となっております。早速見ていきましょう。どうぞ。まず1人目はナオトさんです。こちらは1月16日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのスリッパはスタジオセブンのコーションルームシューズとなっております。お値段は、続いてはリュウジです。こちらは1月16日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのセットアップはバレンシアガの 3B スポーツアイコンのミディアムフィットトラックスーツジャケットとなっております。お値段は、続いてこちらのパンツはバレンシアガの 3B スポーツアイコンのミディアムフィットトラックスーツパンツです。お値段は、続いてこちらのスニーカーはバレンシアガの 3XL スニーカーとなっております。お値段は、ちなみにこちらのパンツとスニーカーなんですけど、2023年の8月20日のミーグリ神戸編でも着用されております。おそらくジャケットはどこかのライブのリハーサルで、確かストーリーかどっかで上げてたような気がします。続いてはケンジロウです。こちらの帽子はキャリーのロゴワッペンキャップとなっております。お値段は、続いてこちらのジャケットはネイバーフットのサベージデニムタイプ1ジャケットとなっております。お値段は、ちなみにブルーノマーズのライブなんですけど、結構芸能人の方 X だったりインスタだったりポストしてましたね。おそらくこの動画日曜に上がっていると思うので、その時は最終日のライブとなってます。もし同じ日に観戦した方いたら、ぜひコメント欄にて教えてください。続いてはガンちゃんです。こちらは1月17日に公開された X でのポストとなっております。こちらのブルゾンはルイ・ヴィトンのエンブロイダードナイロンのベースボールブルゾンとなっております。お値段は、続いてこちらのバッグはルイ・ヴィトンのスピーディー P9 のバンドリエール 40 となっております。お値段は、続いてこちらのショーツはルイ・ヴィトンのプリーツシルク&ウールのプレンドダミエショーツとなっております。お値段は、続いてこちらのスニーカーはルイ・ヴィトンのル
ルイ・ヴィトン、チェッカー、ラインダービーとなっております。お値段は、続いてこちらのシャツは、ルイ・ヴィトンのロングスリーブコットンシャツのウィズパールボタンとなっております。お値段は、続いてこちらのネックレスは、ルイ・ヴィトンのネックレスモノグラムパールパーティーとなっております。お値段は、続いてこちらのリングは、ルイ・ヴィトンのリングルイ・ヴィトンロープパベとなっております。お値段は、おそらくベルトとパンツなんですけど、1月9日のルイ・ヴィトンのポップアップとおそらく同じかなと思います。気になる方はこちらの動画ぜひチェックしておいてください。いやー、それにしても総額えげつない額になってますね、これは。いやー、それを普通に着こなすあたりガンちゃんさすがっすね。続いてナオトさんです。こちらは1月18日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのニットはスタジオセブンのシェニールコーションロゴのモックネックニットとなっております。お値段は、いやー、まさかの酒井とルイ・ヴィトンタグ付けされてるんですけど、なかなか出てこなかったですね。分かり次第コメント欄に追記させていただきます。ちなみにこの1月16日のガンちゃんのストーリーなんですけど、まあ、この招待状の中身何かなと思って結構いろんなサイト調べたんですけど、まさかのハーモニカでしたね。以上、3代目ファッション動画でした。